みんなこんにちは。こんにちは。いい子だね。これ映して。これ映してした。サブちゃん撮るよって言ったから、あのこれやったら絶対おもろいわとか言ってこんなことしてます。そうだね。うん、面白いんじゃないこれね、君ね。うん。うん。分かった分かった、面白いよ。今日は何撮りましょうかねっていうことでね。こんにちは。今日は何やるのかな。サブチャンネル今日気合入れて頑張っていきたい。何やるんだろう。うわー、すっげえ楽しみだ。やばい、俺の中のエンジョイが止まらないよ。ワクワクが止まらないよ。エキサイティング。邪魔。やべえ顔してる。だから冬じゃないですか。タボくんもね、これから彼女オーディションが控えてるってことでね。一番今ウキウキしてるから。そう、ウキウキしてるじゃないですか。今年の冬はもう未体験の冬を経験させていただくんだね。気持ち悪い。ありがとうございます。ってことでね、やっぱ冬といえばクリスマス、クリスマスといえばカップル、そう、クリスマスの思い出を語りましょう。よっよっ。いやもういっぱいあるよね。いっぱいある。やっぱすっごいあるよ。読みらんったね。読みらんねったこと。サブで出してめちゃめちゃ再生数少なかったやめろやめろお前。やめろー。いくつだ、15だっけ。やめろー。15。俺と京平すっごい気にしたんだから。いやだってもう2週間で1万2000とか、うん、本当だよ。バカ低いからねこれ。さまさん行きだ、こいつがバッサン行ってボール打つだけの動画より負けたんだ。俺らあれ撮影7時間ぐらいで撮っためっちゃ上がってるねあれね。ふざけんなよこの野郎。はい、クリスマス思い出ね。はい、行きましょう。まあ俺は溶かしてやるよ。溶かしてくれ。いいよ。俺も入らせろお前。この空気のやつバカか。このデーブ、このデーブ、デーブ、デーブ、こら。今日は手をつないで見られるよ。松屋市の恋人今日は高尾の秋だと愛が強いな。むしろ付けないっすがいいけどね。でもそれはだからまっちゃんと同じ感情だよね。あ、そう、あれまっちゃんが作ったんだよね。あ、そう、歌詞、歌詞まっちゃん、歌詞まっちゃん、楽曲負けなの。そう、で、歌が浜ちゃんなんだね。もうね、すごいよね。あれやばいね。あれやばいね。だってあんなに金持ってても結局チキンライスが今もあー、うわー、そうそう、やっぱ昔のね、子供時代のあの貧乏時代思い出して、クリスマスの話だよね、これね。七面鳥持ってきた、チキンライス言うてた。あー、やっぱいいよな。七面鳥食ったことねえの。俺もねえな、そういえば。あのちゃんのこのドカンってやつ、ドカンってやつ、あれないよね。クリスマスね。クリスマスはいろいろでも、俺はね、21ぐらいの時クリスマスかな、渋谷の、まあ、あるダイニングバーがありまして。出た、陽キャラエピソード。ダリー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 。まあ、そこで、まあ、そこで、まあ、50人ぐらいで、どんちゃん騒ぎしたんですよ。それが一番の思い出かな、俺は。いけ、陽キャラエピソード。いけ、お前。陽キャラです、俺はもう。ケーキ食った。おぉ、クリスマスマジでお前やばい、それは。そう、実家で、実家で行ってきた。家族か。ガチエグい。妹が3人で、すごいね。あ、クリスマス美味しいねって。うわぁ、お前さ、もう羨ましい。ドラマのやつやん。お前、めっちゃいいやん、お前。砂糖のキャラクターとか乗っけちゃって、乗っけちゃって、サンタクロースとか、クワガタ乗っけて、クリスマスが今年もやってくるみたいな。いや、プレートみたいな、プレート作って。ねえ、お前すべて持ってったわ、今のは。名字だめだわ。家族で名字だめ、やばい。それは陽キャラ。お前やっぱさすがだわ。一番なのかな。すげえな。すごいわ。陰キャラ、陽キャラ。まあね、やっぱ女の子がいるときはあのね、イルミネーションに行くんですね。陰キャラだな。陰キャすぎね。クリスマスといったらイルミネーションよ。うわ、考えない。話したくもない、ドイツ。俺がいつも行ってた場所はあのイルミネーション、冬なのにイルミネーションを見て夜の9時ぐらいに花火が上がるんですよ。うわ、陰キャすぎる。イルミネーションは、やめえ。イルミネーション、花火、マジ陰キャじゃねえ。一緒に見たくない、一緒にいたくない、気持ち悪い陰キャ。お前とクリスマス気持ち悪い。お前なんで冬になったもん、みんな。お前気持ち悪い、陰キャすぎて、気持ち悪い。
泣く、マジ泣きそう。いやー、タツキはもうちょいエグいのあると思う。例えばさ、ケンタッキー買って家で食うとかさ、陽気だよ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 。あるわ、彼女がいない時は、俺一人暮らしだから。うわ、陽気だよ。いや、7時ぐらいにはもう家にいて、電気を消す、電気を消す。で、この人の家は、家にあたかもいませんよアピール。クリスマスだから一人ぼっちじゃないですよ、外出してますよアピール、家にいないアピール。そう、それこそ陽気、それは陽気だ、これマジ陽気だ、陽気だ、ほぼそれ。クリスマスほぼいないから全部それ。いやもうタイピだわ、やっぱこいつ陽気だった、ガチバレてます。安心した、陽気だから、安心、上位で安心した。クラブとかでも最前列って踊ってるやつでしょ、これ。そういう感じよね、安心した、よかった、よかった。タツキもやっぱそういう楽しそうな思い、なんか嬉しいよ俺は。よかった、こっちのグループだね、よかった、最高だ。頭使う行動がよくね、よくね、すげえな。俺はすごいよ、もうめちゃめちゃ陽気。陽気、うん、やっぱもう金欲しいからさ、あ、お金ね、うん、やっぱね、もうそういう時ってやっぱバイトする人いないんだよね。あ、クリスマス、バイトする人いない、これはマジで狙い目なんだよ、マジで。みんないねえからもう仕事入り放題、シフト入り放題、確かもう自分の好きな時間に行けるんだよ、確かに。24と25日めちゃめちゃ良くない、これはいい、陽キャラ、それ陽キャラ、陽キャラだし金も稼げるし、で誰も入らねえからもう、もうね、もうお前は偉いやつだなっていうのを、もう頭いい方の陽キャラ、そうそうそう、もうね、先見えてるタイプの陽キャラ、陽キャラ、素晴らしい、めぐいな、金に変えちまう、一瞬、1秒だから、おーおー、うまいね、おー、そうだね、そんな感じで毎年過ごしてるかな。ちなみに聞くけど、陰キャラみてぇな、あの女と過ごすみたいなあった？あー、いやもう無理、ダサい、ダサいよな、ダサいよな、ダサいよな、俺もなかったもん、ダサいから、こいつも陽キャラの代表だね、代表、代表、代表、ダサすぎる、女と過ごす、なんかそういうイベントごとでね、なんかもうね、そのなんかドラマとか映画とかに憧れちゃうやつ、くせぇ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 、映画見る、ダサい、くさ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 い、そうそう、お前木村拓哉だよ、やべぇよ、家とか装飾しちゃってね、うわ、ダサい、ダサい、ダサい、いいキャラだ、クラッカーを求め、いいキャラ、怖いな、陰キャすぎて泣きそう、かわいいよ、基準だ、はい、ネタとかできるマジで陰キャ入るわ、ネタとか出してお前のクリスマス、ふざけなしで入るわ、お前のクリスマス、本気のやつじゃなくて、本気のやつ、本気のやつ、ガチオブガチ、今の家が今3年なんですよ、ちょうど引っ越したのがクリスマスになるんですよ。おー、なるほど、なるほどね、なんか特に相手もいなかったし、まあなんか記念すべき日に引っ越したいなっていう、マジで陰キャや、どうした、お前それマジでド陰キャがやるの、クリスマスに引っ越して普通どこの家もやらないからね、ベタ抜きの陰キャのやつ、ベタ抜きのやつ、横浜デートしたくらい、横浜デート、まあ、彼女いないけど、彼女以外の女が彼女いたことあるけど、そんな大していないってこと、一回ぐらいはで、その彼女とイブに横浜に行ってデートをするっていう。じゃあちなみにイブだったらサンタさん来るじゃないですか、うん、何あげたんですか、なんかどっかのブランドのマフラーみたいなのあげたんです。おー、陰キャだなぁ。じゃあさ、リボ君、僕、君の彼女やるから、おー、出たこれでしょ、地獄の時間でしょ、めちゃめちゃ低評のやつね、あ、ね、イブだね、イブだね、どこ行こっか、ほら、恋人つなぎ、あどこ行こう、どこ行こう、絶対横浜行こうよ、あ、いいよ、行こうよ、横浜行こう、横浜行こうね、横浜行こう、はい、着きました、あ、綺麗だね、綺麗だね、横浜すごいね、何してんの、馬乗ってる、なんで馬乗ってる、乗馬してる、お前俺引きずられてんじゃないか、この位置関係、クリスマスプレゼントあるんだけど、うん、はい、ああ、ありがとう、開けてみてマフラー、うん、貸して、これ、はい、あったかい、テンション上げろよあの、お前一生振るのやめてマジでひどい飽きたな途中で俺じゃあマフラーあげました、ありがとうマフラー、嬉しい、嬉しいよ、え、似合ってるよ、うん、似合ってる、うん、ありがとう、綺麗な夜景見に行きました、はい、はい、綺麗だね、ね、夜景がね、綺麗だね、ずっと一緒にいようね、うん、いいよ、ずっと一緒に、お前ちょっと無責任だな